ユニーブ参加者のための教皇ベネディクト16世との特別越見ユニーブ国際大学生会議は毎年ローマで行われる大学生の大規模国際交流イベントである。カトリック教会の組織の一つであるオプスレイ族人区を創立した聖ホセマリア・エスクリバーの後押しによって1968年に始まったのである。2018年までの参加者は10万人以上に 上っており、日本からも1970年代後半より、毎年十数名の男女学生が参加している。世界の150校以上の大学から3000人余りの学生がローマに集い、西洋文化、歴史、美術などに触れながら、現代社会における大学の役割や教育システムを考えて語り合うことがユニーブの目的である。また、ユニーブは、 聖州館と呼ばれるキリスト教歴で最も重要な期間と重なるため、参加者はローマ教皇との越典やミサ、そして復活祭の諸行事に参加することができる。また、ローマやバーチカン主国の様々な歴史遺産や美術作品を通して、西洋美術史、西洋史、キリスト教の歴史などに触れることができる。ユニーブという名には、大学という意味だけではなく、 普遍性という意味も込められている。広い心と普遍的な精神を身につけた人々にこそ、社会に貢献できる、ということである。英語名は、男子学生向けの集いが、ユニーブフォーラム、女子学生向けのイベントが、ユニーブコングレスであるが、日本語の正式名称はいずれも、ユニーブ国際大学生会議となっている。年春に、ユニブの周年に祭りして、 教皇フランシスコがユニーブの若者たちに宛てた手紙には、ユニーブの目的が要約されている、神と教会と教皇への愛に動かされて再び、皆さんは永遠のと、イコールローマにやって来られました。こうして、多様な文化と経験を持ちながらも、幸福と充実と、寛大な献身への、同じ望みに動かされている、他の若者たちと共に、青春館中にキリストと出会い、 信仰と皆さんの志を成熟させるための絶好のチャンスが与えられます。参加対象は男女高校生、大学生、青年社会人、または教員などの大学関係者である。宗教や国籍は問わない。毎年、ユニーブを代表する数名の学生が1対1でローマ教皇に挨拶する。ユニーブを始めた聖ホセマリア・エスクリバー。 聖ホセマリア・エスクリバーは、自らの信仰を深めると同時に、異文化から学べるカトリックな心を培うために、そして教会とローマ教皇への愛を示すために、すべてのキリスト者が、ビダー・ペトラムために、キリスト教の中心地であるローマで聖習慣を過ごす、ことを多くの若者に勧めたのである。また1960年代という時代は、世界中の学生が社会変革を目的とし、 政府や社会に対する批判、会議を公に見せ始め、学生の力が世界的な公用を見せた時期である。しかし、様々な社会問題を解決するためには、暴力よりも相互理解やダイアログのみが真の発展や平和をもたらすため、ユニーブは多数の国、文化から集う学生たちの意見交換の場として始まったのである。開催期間は、 毎年の聖週館と重なり、枝の手術の前日から復活の手術までの9日間である。なお、カトリック教会の復活祭は年によって日付が変わる移動祝日であるが、春分の日の後の最初の満月の次の日曜日が基準であるため、復活祭は3月22日から4月25日の間にあたる。ユニーブフォーラムよびユニーブコングレスの開催地は、 毎年イタリアの首都ローマであり、会場は、ナボーナ広場近くにある教皇調律性十字架大学のメインキャンパスである。聖週館のミサをはじめ、宗教的行事は、ローマ市内の様々な教会や大聖堂で行われる。聖週館の宗教的行事の他に、1日のアカデミックイベントがある。それは、ユニーブフォーラムと呼ばれるものであり、前半は、複数のゲストによる、 講演、後半は学生たちによるプレゼンテーション。プレゼンテーションとは、文系理系を問わず、学生たちが、それぞれの勉強を活かして、自分の分野の観点からその年のテーマに沿って、研究プロジェクトを行う。指導教員の下で1から6名の、少人数グループでこの研究プロジェクトを行う、ことによって、学問的研究の仕方を学びつつ、複数の学問分野から、 現代社会のあり方や諸問題を考えることが期待される。フォーラム当日、学生たちが審査員らの前で母国で行われた研究プロジェクトを発表する。最後に受賞式がある。現在、以下の6つの部門がある。テーマは自由毎年、テーマに沿って様々な講演会や討論会が行われる。福謝パウロ六世や。 聖ヨハネパウロ2世をはじめ、近年の教皇ベネディクト16世と、教皇フランシスコを含め、歴代教皇が、ユニーブ参加者のために特別謁見を行ったり、演説の中で彼らに向けた言葉を残している。You can be as living in the mass.Zoals for are able to.Change even the great matra palisis.The great cities. The Great Intellectual Centers.You can bring a better future because with inhuman.Realities Everything is accomplished.Through the person.And it is the person who accomplishes it.Of course if the person is carried by the power of God.In the grace of God.If he w o r k s with him.He or she is then capable of changing the world.Let the final w o r d of this unique be this wish. ざットユー・ベタ This World。ありがとうございます。